で王さんという方からの質問ですけれども、音楽を人生の生きがいにしてきたと。でベートーベンやモーツァルトがフリーメイソンの秘密を知っていたとなると、音楽の作曲にもその奥義が関係しているのではないでしょうかということですけども、オーストラリア人の、まあ、友人がいるんですけども、そのフリーメイソンというのは、まあ、はっきり言えば何でもない親睦団体なんですよね。日本でフリーメイソンというと何かこう秘密結社的な、いわゆる、まあ、宗教団体っぽい、ちょっとオカルトっぽい団体というような感じがしますけども、フリーメイソンという組織はそのオーストラリアの友達はメルボルンから南へ電車で1時間ほどのジーロンという町にいるんですけどね、そのお父さんはずっとフリーメイソンのメンバーだったそうです。そしてその仕事はね、映画の撮影、映画館のね、昔は映画館でずっとフィルムを回しながら撮影してましたでしょ。その仕事をなさってて、それで毎週土曜日だったか金曜日の夜行ってみんなでお茶を飲んで帰ってきたよという、そういう話はもう昔から聞いてましたので、フリーメイソンと言いますとね、なんかこう特別な団体のように思われるかもしれませんけども、まあ日本とはちょっと意識が違うということですね。ですからベートーベンやモーツァルトがそのフリーメイソンのメンバーであったかどうかという問題と、さらにどこまで深く関わり合っていたかという問題とはちょっとこう異質の問題ではないかなと思いますね。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Amadeus Mozart and its mystery about his sudden death. Was he murdered? Then by whom? And why? Wikipedia writes as follows. The composer Wolfgang Amadeus Mozart died on December 5th, 1791 at the age of 35.The circumstances of his death have attracted much research and speculation. Some principal sources of contention are as follows. An early rumor addressing the cause of Mozart's death was that he was poisoned by his colleague Antonio Salieri. This rumor, however, was not proven to be true, as the signs of illness Mozart displayed did not indicate poisoning.Despite denying the allegation, Salieri was greatly affected by the accusation that he had contributed to Mozart's death and contributed to his nervous breakdowns in later life. Beyond the Salieri theory, other theories involving murder by poison have been put forth, blaming the Masons, Jews, or both. One such theory was the work of Mathilde Ludendorff,wife of the German general Erich Ludendorff. William Stafford forthrightly describes such account and outlandish conspiracy theories, giving supporting reasons. モーツァルトの毒殺説はその当初からありました。ここではその毒殺説に基づいての話を進めていきますが、毒殺されたとしたら誰によってどうして毒殺されたかということになります。が、私はそのヒントは、モーツァルトが毒殺されたその年に初演された、歌劇、魔笛、The Magic Flute にあると考えます。モーツァルトはフリーメイソンリーでした。まず神々の歴史を皆さんにご覧いただきます。アフラマザーです。そして、ザラストラがドラスター教を起こします。そして、その元から、まあ、ミトラが生まれ、ミトラ教を起こします。ミトラです。フリジア帽をかぶっているところに注意してください。中部トルコの古名です。まあ、こうして神々の流れが生まれたというわけです。で、そうした流れの中から、まあ、七本の光線を持つミトラが、まあ、象徴的に表現されるようになりました。それがずっと歴史を下って、現在のアメリカの銃の像の光線へとつながっています。
で、こうした流れに対抗してですね、まあ、危機感を抱いたのか、イシュタールとシャーマン氏がキリスト教を起こします。ここにシーンがいますね。まあ、イシュタールとシャーマン氏の父親ということになります。ここに延期がいます。エンディル延期ですね。そして、ここにいるのが、左がイシュタール。そして、その右がシャーマン氏ということになります。このイシュタールとシャーマン氏が組んでキリスト教を起こします。シャーマン氏は自らをイエスと語ります。そして、ミトラ教をそっくりそのまま、まあ、受け継いでてますか、パクって、そしてキリスト教を起こすわけであります。そして左の流れは、フリーメイソンリーへと繋がっていきます。その後、チャーチローマはですね、ローマ時代に国教となり、そして、今度は逆に、いわゆるミトラ教を徹底的に弾圧します。こうした流れの中から、モーツァルトが生まれ、そして、マテキを、まあ、初演します。その年にモーツァルトは毒殺されたということになります。で、実際の、まあ、なんて言いますか、この、マテキの公式の、まあ、記録によりますとですね、まあ、このようにあります。まあ、9ページにわたるもんですけども、そのうちの2ページだけを紹介させていただきますけども、その2ページ目にはこうあります。まあ、拡大していますが、ちょっと見にくいので、さらに拡大してみます。つまり、初めはですね、マテキの話はおとぎ話であったけども、途中からですね、ストーリーが変わったというわけです。問題はここなんですね。で、二人がまあ、脚本家と手を加えてですね、そして別のものにしたと。で、フリーメイソンの教義を、表彰して、そしてプロパガンダを、する作品となった。つまり、フリーメイソンのプロパガンダというわけですね。ですから、ザラストラがこの、マテキの中に出てくるということになります。まあ、一般的には、なぜここでザラストラがこのマテキの中に出てくるかということは、謎とされています。が、しかしもう皆さんはお分かりですね。この、まあ、夜の女王というのは、当然、当時の世相から考えて、カトリックのマリアということになります。そうした表現が当時の、敬虔な信者たちの激伝に触れたことは言うまでもありません。続くビデオをもう一度ご覧になってください。Thank you and bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Who murdered Amadeus Mozart and why? 誰がなぜモーツァルトを殺したか。このビデオの中では、モーツァルト独殺説に基づいて話を進めていきます。これが私たちの知っているモーツァルトのイメージです。右がドイツ連邦警察が合成したモーツァルトの写真です。ドイツ連邦警察は何枚かの肖像画をもとに、このような写真を合成したということですね。で、このモーツァルトを誰がなぜ殺したかということなんです。まあ、ミトラ教とローマンカトリックの関係について簡単におさらいしておきます。アフラマズダーです。神の中の神です。その神を信奉してザラストラがゾラスター教を起こします。その流れの中からミトラが生まれ、ミトラ教を起こします。ミトラは12月25日、母アナヒータの処女解体で生まれます。3人の賢者がやってきてミトラの誕生を祝います。ミトラは馬屋で生まれました。12月25日ですね。で、これがミトラですけども、ミトラの被っている帽子に注意してください。ザラストラの帽子と同じであることに皆さんもお気づきになると思います。これがフリジア帽、あるいはフリギア帽です。フリギアというのは中部トルコの古名です。左がザラストラ、右がミトラです。同じ帽子をかぶっています。で、こうしてミトラ教が生まれたわけですけども、この7本の光線に注意してください。その流れは現在の自由の像へとつながっています。自由の像も7本の光線を持っています。
その理由はやがて皆さんにも分かっていただけると思います。まさにミトラは自由の象徴でもあったわけですね。フリギア帽というのはエジプトでもそしてローマ時代にも自由の象徴でした。フランス革命です。フランス革命においてはマリアンたち、皆革命の闘士たちはフリギア帽をかぶって戦いました。このマリアンの頭に注意してください。マリアンも頭にフリギア帽をかぶっています。これがそのフリギア帽です。さらに闘士たちも皆フリギア帽をかぶっていました。フランス革命の闘士たちです。そして革命歴というのが生まれましたけども、これがその絵ですね。頭にフリギア帽をかぶっています。注意深くご覧ください。まあ、他にもこのフリギア帽ではですね、自由の象徴として世界各地で、まあ、シンボル的に使われています。まあ、これはイギリスの人権宣言の写真ですね。そしてこれがマリアンです。ルイ16世も、まあ、ナポレオンの後復活した、王政もですね、王もやはりフリギア帽をかぶっています。マリアンです。つまり、フリギア帽というのは自由のシンボルであり、世界の、まあ、国旗紋章の中に使われているということですね。これがニカラガ軍の紋章です。サンタモニカの、サンタカリーナですね、の紋章です。まあ、中央にフリギア帽があることに注意してください。これはアイオワの、まあ、州の紋章ですね。これがアメリカ陸軍の紋章です。これもアメリカ陸軍の紋章です。自由の象徴としてのフリギア帽をかぶっています。そしてフランス革命は自由、平等、友愛、さもなくば死をということで革命の闘士たちが戦いました。そしてその流れはですね、フリーメイソンへとつながり、フリーメイソンたちがアメリカに自由の像を送ります。これがアメリカに自由の像がある、まあ、理由です。では神々の歴史をもう一度振り返ってみたいと思います。今言いましたように、これが自由の像であり、7本の光線を持っています。こうした流れに対してですね、危機感を抱いたのか、イシュタールと、シャーマシュが組んでキリスト教を起こします。これは教会石です。アタゴさんが届けてくださいました。この上の方に注意してください。シュメール、バビロニアでは、バビロニアですね、特に、イシュタールが頂点に立ちます。ここにシンがいます。これはシンというのはもともとイシュタールの、まあ、父親なんですね。月の神です。そしてエンリル、エンキがいます。そして右に、ここに注意してください。頂点にイシュタールが立ちます。イナンナですね。シュメールではイナンナと呼ばれていました。バビロニアではイシュタールと呼ばれます。そして、まあ、ヘブライ語でマリになるわけですね。エジプトでもマリですね。で、左がイシュタール、右がシャーマシュです。このシャーマシュと、まあ、イシュタールが組んでキリスト教を起こし、シャーマシュがイエスという名前を語るようになります。ヘブライ語でイシュタールのことはマリと言います。で、このマリがマリアになりました。で、その流れはフリーメイソンエリート、それからカトリックへとつながっていくわけです。では、ミトラ教とローマンカトリックのを比較してみます。今言いましたように、こういう流れの中でミトラ教が生まれます。ミトラですね。で、ミトラ教と、そして、キリスト教、ということになります。まあ、対立関係にあるわけですけども、ローマ国教となると同時にキリスト教は勢力を伸ばし、ミトラ教を弾圧し、結果的に潰してしまいます。ミトラ教とキリスト教を皆さん読んで比較してみてください。12月25日、馬屋で生まれています。そして、ミトラは、いろいろな奇跡を行います。全く同じことをイエスもしています。ミトラ教では12星座12神、キリスト教では12人となります。で、イシュタールがですね、イースターと名を変え、現在はまあ、ご存知のようにローマンカトリックというのは、キリスト教というよりもマリア教なんですね。そして、最後の晩餐です。
で、洞窟や地下で、まあ、神事を行っていたということです。キリスト教も簡単コンベですね。で、バプティズムっていうのはもともとはミトラ教で生まれたものです。まあ、今日は収録しませんでしたけど、アーメンっていう言葉ももともとはミトラ教の言葉です。まあ、ハルマゲドの時には白い白馬に乗ってやってくると。で、ミトラがメシアっていうふうに変音するわけですね。ですから、キリスト教の方ではメシアという言葉を使っています。ロードデイ、守備は、このように変化したと。でから、もう父をファーザーと呼ぶんですね。それで、ミトラ教の父はアフラマザーです。しかし、キリスト教の方ではエルシャダイというだけで誰であるかは不明です。そしてこの肖像画を見ていただきたいんですけども、カパドキアの肖像画ですね。最も古いミトラ教の肖像画と、それからキリストの肖像画を見てください。酷似しているのがわかります。肖像画も大変酷似しているということですね。左がザラスストラ、右がイエス・キリストです。で、ミトラ教は太陽神、太陽信仰ですね。日本風に言えば、大日如来です。で、アマデウス、モーツァルトの話に戻ります。まあ、このようにして、まあ、フリーメイソンと、それからローマンカトリック、チャーチンローマンが対立して、その大きな流れを作ります。そういう中で、モーツァルトがフリーメイソンのメンバーとして生まれます。そして、生まれたとかになります。そして、マテキを発表します。このマテキを初演した、その同じ年の終わりに、モーツァルトは、毒殺されます。なぜか。謎が深まりますね。そこで私は、モーツァルトが毒殺された理由の一つに、マジックフルートがあると考えました。それについてのビデオは、この後に繋げておきますから、どうかご覧ください。モーツァルトは、毒殺された。なぜか。誰に。という話です。Thank you very much for watching, and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Who killed me or who murdered me? The greatest mystery of Mozart. 誰が私を殺したか? モーツァルト最大の謎。モーツァルトの毒殺説はですね、広く信じられています。そうでないという否定派の意見もたくさん出されていますけども、基本的にはモーツァルトは毒殺されたと考えられます。なぜ毒殺されたのか、誰が毒殺したのか、そのヒントはですね、実はその同じ年に初演されたマテキ、マジックフルートにあります。マジックフルートの話を簡単にしておきます。これが夜の女王です。そして同じ年、モーツァルトは毒殺されています。大きな関連性があります。まあ、マテキというのはですね、モーツァルトのマテキというのはタミノという王子がですね、まあ、夜の女王と知り合いになり、そして夜の女王の頼みでですね、サラストロという、まあ、夜の女王が言う悪魔を、からですね、自分の娘を、その、連れ戻してほしいと。そういったところからストーリーが始まるわけですね。これが夜の女王です。で、ところが、で、タミノは、サラストロの住む、まあ、悪魔城へ行くわけですね。そして、そこでサラストロと会うわけですけども、実は彼が善人であることを知るわけです。そしてタミーノと王女パミーナはですね、ラブラブの関係になって、最後は夜の女王を撃退して、ハッピーエンドで終わるという物語です。で、ここでサラストロは誰かということですよね。もうわかりですね。サラストロ。サラストロ、ザラストラ、ザラスストラ。これはエジプトが舞台ということになっていますが、サラストロがザラスストラであることは言うまでもありません。
そこで、じゃあ、夜の女王は誰かということになるわけです。まあ、それについてはですね、少し回り道をしなければなりません。神々の歴史をもう一度見てください。アフラマズダーですね。その上にもう一人、スーパーエイリアンがいますけども、アフラマズダー。そして、ザラスストラ。そして、ミトラが誕生します。そのミトラが、まあ、アポロンですけども、蔵につくと、その上司であったヘリオスは、神々の世界から割れて、そして、キリスト教を立ち上げます。自らをイエス・キリストと名乗ります。それを陰で支えたのが、クイーン・マリーですね。この両者は深い確執関係に入ります。激しい戦いをして、特に4世紀後半にですね、キリスト教がローマ国教となると、ミトラ教は徹底的に攻撃されます。で、その流れを組むのがフリーメイソンということになります。この一枚の絵を見てください。これはミトラ教側の絵です。これがアナヒータですね。そして三人の賢者がやってきて、12月25日にミトラの誕生を祝います。すなわち、キリスト教は 100% と言って良いほどミトラ教のコピーなんですね。そのことを知っていたのは実はダヴィンチなんです。ダヴィンチはイエスとマリアが誰であるかを知っていました。そして2枚の絵を残しているんですね。この子供たちを見てください。詳しくは別のビデオで説明しましたが、子供たちは明らかに虐待を受けています。なぜ虐待を受けているか、なぜこのような悲しげな顔をしているかは、ビデオ1013号をご覧ください。そして、受胎告知。この丸い部分を見てください。フクロウの形をした台の下、フクロウの足を不気味な別の足が踏みつけています。これはまさしく、ここに描かれたマリアの足なんですね。詳しくは1016号を見てください。すなわち、クイーン・マリア、二つに分かれたわけですね。一つはガブリエルという名前になり、一つはマリアという名前になった。そして中央には、魔女の悪魔のシンボルであるフクロウの台が置いてある。フクロウというのは、Strix, is equivalent to the name of a witch. なんですね。まさに悪魔であったということです。マリとマリアは関係ですけども、マリ、最悪の魔女ですね。悪魔の中の悪魔、魔女の中の魔女がマリです。来るところ、彼女がいるところ、氷、嵐、干ばつが起き、そして重要なことは、マリは洞窟に住んでいたということです。洞窟です。これがキーワードです。洞窟です。マリは魔女たちに守られた魔女の中の魔女であった。大魔女であったわけですね。そして洞窟に住んでいました。ここが重要です。そして、マリというのは、マリアになるわけですけども、なるというのではなくて、マリオのラテン名がマリアなんですね。なわち、マリアとヘリオスが組んで、キリスト教を立ち上げたということになります。30歳以前のキリストは闇の中です。そしてダヴィンチは、洞窟の中の聖母子を描きました。マリは洞窟の中に住んでいたという話を思い出してください。ダヴィンチはマリアの正体を知っていたわけですね。で、少し検証してみますと、なるほどと思う点が多いわけであります。受胎告知と岩窟の聖母子、衣服を比べてください。羽は赤い布で隠してますね、右の方は。
そしてこの二人は実は一人の魔女であったということです。そしてマリアもそうですね。したのは腹巻きかと思ったんですけども、腹巻きではありませんね。同じ服を着ています。髪の毛の感じも同じです。すなわち、魔女と、そしてマリアと、そして、魔女のシンボルであるフクロウと、重ね合わせますと、マリアイコール、マリということになるのです。すなわち、1たす1は、1なんですね。もともと、一人の大魔女を二つに分けて描いたのが、時代国史の絵ということになります。これはリリトですけども、マリイコールリリト説も大きくあり、残っています。リリトの夫がルシファー、すなわちサタンなんですね。そのことをモーツァルトは知っていました。なぜなら彼はフリーメイソンリーであったからです。そして、モーツァルトはそれを魔敵という感激の中で表現しました。当時の世相から考えて、こんな感激を出せばですね、誰かの逆鱗に触れることは言うまでもありません。サラストロイコールザラスストラです。そして、夜の女王イコールマリなんですね。そしてそのマリが言うまでもなくマリアであることは当時は常識であったわけです。そしてフリーメイソンリーとローマンカトリックの戦いがここで火を吹き、そしてモーツァルトはおそらく狂信的な信者もいたのでしょう。マリアをマリとするモーツァルトを許せなかったのでしょう。さあ皆さん、誰がモーツァルトを殺したか、なぜ彼が殺されたか、お分かりですね。彼はまさにその時代の宗教戦争の犠牲者であったということになります。もし私がその当時の人間であるならば、私も間違いなく殺されていたことでしょう。何人かの方はそういう心配をして、時々メールをくれます。Thank you very much and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Akatsuki, Japan. May the 30th, 2014. Who is a hero? Mystery of number 3 symphony. In Japanese. 誰が本物のヒーローなのか。ルネサンスは長くて暗い時代でした。まさに暗黒の時代だったと言えます。宗教と政治が結託し、多くの人は窒息していました。そういった流れの中からフランス革命が起きたわけであります。人々は自由を求めて戦ったわけですね。まあそれについては以前にもビデオを作りましたが、それで本当に人間は自由になったのでしょうか。そのフランス革命の後、出てきたのがナポレオン・ボナパルトです。当初は彼もそれなりの人であったかもしれませんけども、その立場になり、権力を
自分のものにした途端に表現します。まさに人間の愚かさの象徴です。人間はどうしてここまで愚かになれるのでしょうか。誰もナポレオンを英雄だとは思いません。また思ってはいけないのです。富と権力を手に入れたナポレオン、まさに彼こそが愚かさの象徴だった、象徴ということになります。そんな中、ベートーベンが交響曲第3番英雄を発表します。ベートーベンが当初目論んだ英雄とはナポレオンのことだったかもしれません。しかしナポレオンが権力の座につくと表現し、それを見たベートーベンはその楽譜を破り捨てたとも言われております。彼は本当に英雄なのか、それともただの愚劣な暴君なのか、まさにこの顔こそが人間の愚かさの象徴ということになります。それについて赤月さんが私にこのように教えてくださいました。ベートーベンの交響曲第3番は4楽章に分かれてますが、まあエロイカ、英雄らしきという意味だそうですね。英雄のような人という意味だそうです。ベートーベンがナポレオンを称えたとはとても思いませんね。ということで赤月さんのメールをお読みください。
Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. January 24th, 2014. Where did humans come from? And where do humans go to? This is a story about it for today in Japanese.